ございます。ありがとうございます。はい、去年初めて大賞を取らせていただいて、その時に確か女性の方で3連覇した方がいないっていうのを聞いて、おこれはと思ってちょっと今年も狙っていたので、大賞また取れて本当に嬉しいです。もう本当に取った年はめちゃめちゃ表紙に出させていただいたので、なんかあやよかったなっていう安堵感とか、あとファンの方もたくさん見たから取れてよかったねっていう風にすごい喜んでくれたりとか、本当にあと個人的に YouTube で配信もしたんですけど、その時にこう自分もあれ買ったよとか、これ何冊買ったよって報告してくれる方がたくさんいて、めちゃめちゃ反響ありましたね。やっぱり大賞を取るにはたくさん表紙に出ないといけないので、まあ、グラビアを引き続き頑張りつつっていう感じですかね。はい、いやこうやって見るとそれこそ印象に残ってるのは、印象に残ってるっていうか、このオタクとしてすごい嬉しかった出来事があって、1月に発売した週刊少年チャンピオンなんですけど、私の大好きなグラップラバキとのコラボグラビアをさせていただいて、もうそれもすごく嬉しかったですし、まあ、でも印象に残ってるで言えば、どれもすごいよく撮っていただいたんですけど、8月に発売したヤングチャンピオンレッツの表紙が個人的には一番お気に入りかもです。私の表紙ってなんか、なんだろう、自分だけかもしれないんですけど、なんかすごい引きの写真が多くて、こうちゃんとなんか足ちょっと切れるくらいまで全身、まあ、ほぼ全身が写ってることが結構多いので、このヤングチャンピオンレッツの表紙すごいなんかバストアップなんですよね。それが珍しくてちょっといいなって思いましたね。いつも以上に保湿とか肌のケアとかに気をつけたりとか、食べ物だとむくまないようにちょっと塩分を控えめにするとか、あとは撮影当日はお腹が私結構出ちゃうので、食べ物をあんまり食べない、水もあんまり飲まないようにしてます。あんまりお外に出ないので、なかなか自分が並んでるとかそんなに見ないんですけど、でもこうたまにコンビニ入って、あこの発売のやつ並んでるとか、買ってる人はさすがに見たことないんですけど、並んでるのだったらって感じです。いやむしろなんかちょっとなんだろう、いや本当に今までたくさん飾らせていただいたんですけど、やっぱりちょっとね、なんだろう、自分が飾ってるってそんなまだ実感がなくて、もちろん脳では認識してるんですけど、なんか触れるのもちょっとなんか恐れ多いというか、はい、えなことしては引き続きグラビアを頑張りつつ、あと夏くらいから結構テレビのお仕事が増えて、本当にいろんなお仕事をさせていただいた1年でしたね。毎年お仕事とかプライベートでも一つこう目標にしていることがあって、新しいことをする、新しいことを挑戦するっていうのが書かれてるんですけど、去年はサウナに初めて、まあ、挑戦っていうか、まあ、やってみてめちゃめちゃハマっていましたね。今はちょっと忙しくてなかなか行けてないんですけど、でも先月先々月とかは週1くらいで行ってました。でももう何したらいいんだろう、いやまだいっぱいあるんですけど、サウナちょっとまだ始めたばっかりなんで、まあ、サウナを極めつつ、あと本当に新しいことで言うと、ちょっとかじった釣りもうまだ本格的にやれてないので、釣りをやったりとか、あと何があるかな、例えば車の免許を取ったりとか、まだ撮ってないんで、いろいろありますね。ちょっと何から始めようか、あと料理もちょっと勉強したいなとか、いろいろあります。私がコスプレイヤーなのか、今までの表紙で結構いろんなグラビアとかにも挑戦
来てて、まあ、例えば去年一昨年とかだとお化けグラビアだったりとか、なんかそういう結構なんか不思議なグラビアやってるので、なんだろうな、あと空手みたい気持ち、グラビア今も頑張ってるので、グラビアでなんか全部お花のグラビアとか、もう水着も全部お花とか、なんだ、猫耳いっぱいやったしなそういう感じでコスプレを絡めつつ、まだやったことのないテーマがやっぱり私すごい好きなので、そっち方面やっていきたいなと思ってます。はい、今年カバーガール大賞を取らせていただいて、昨年に続いて2回目の、2年連続の受賞、本当にありがたいと思っております。これも、たくさん雑誌をゲットしてくれたファンの皆様、そして、編集部の皆様、そして、事務所の皆様、本当にもう周りの方のおかげで、取れた大賞だと思っています。本当に本当にありがとうございます。今年も来年も引き続きグラビアだったり、いろんな雑誌表紙頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。